暑い日が続いていますが、体調管理をして元気に過ごしましょう。今週のイナチャンネルはご覧の内容でお送りします。仕事や私生活のどちらも充実させ、より良い循環が生まれるワークライフバランスを重視する企業が増えている中、伊那市では伊那市を働く場所の拠点や生活する場所として選んでいただくために、伊那市らしい体験を重視するワーケーションを推進しています。ワーケーションとはワークとバケーションを組み合わせた造語のことで、旅行先で観光をしたり地域交流をしたり仕事をしながら休暇を楽しむ過ごし方のことです。私たちが進めるワーケーションでは、伊那市での仕事と暮らし、伊那市の生活そのものを体験できるようなプランになっています。非日常的な場所での仕事はもとより、さまざまなコンテンツや自慢の自然環境を通して伊那市での暮らしの豊かさやサスティナブルな暮らしを感じていただいています。暮らしを体験できるメニューとはどういったプランなのか詳しくご紹介します。今回はその一部として、この高遠町で、ゲストハウスでテレワークをし、その後、地域の観光と、地域の方との交流を楽しむプラン、こちらを覗いてみましょう。このように場所を問わずどこででも働ける、そんなワークスタイルが広がっています。ワーケーションで伊那市を訪れた皆さんは、働く他にも観光を楽しんだり文化に親しんだりして過ごします。農家の次男三男はね、石工、ね、石仏を掘ったりなんて、出稼ぎをして、で上納金を取るということがね、結構財政を潤したという。この他にも農業、林業体験など伊那市の自然豊かな生活を知る機会や、パラグライダーや自転車などのアクティビティを楽しむ機会なども提供しています。またワーケーション中に市民との交流もたくさん生まれています。今回ワーケーションを体験している皆さんも、地域で活躍している方との異業種交流を楽しんでいます。御城院ってあって、御朱印ってあるじゃないですか、それのお城の印が結構ブームで、僕これ作ってるんですよ、伊那のやつ、でこれを観光協会とかそういうところに行って、売らせてくださいっつって売ってとかっていうのやってて、とか上手に東京とか都市部にもいながら、こっちの環境も使いながら、何かができることができたら、それが副業にもなってお金にもなってっていうのは結構いいんじゃないっていうのは常に思っていて、なんかそういうのが伊那とか高遠とかでポコポコ出てくると面白いなと思ってるんですよ。そうすると結果としてこっちの街が面白いになってくるので、いろんなことやってるよねっていうのが、なので、なんか一人でやるんじゃなくて、いろんな人の知識もそうだし、ノウハウもそうだし、それこそ技術的な部分で、なんかそういうのがうまく使えるとすごい面白いなと、めっちゃ思ってます。観光と違って普段回らないような場所とかをご紹介いただいたので、すごくちょっと地に足ついたというか、普段の目線とは違うような形で街を見ることができました。仕事の相手はもう東京にいるので、いつも通りなんですけど、こっちはちょっと気分変えて仕事に臨めてます。とか飲食店とかも、普通の観光客相手の店じゃないような、普通の伊那市の皆さんが行くようなお店とか紹介いただいて、なんかすごく地元にこう密着したというか、地元民になったような気分でお店の方とか見られてますので、すごくいい経験できてると思います。明日とかのスケジュール見ると、ちょっとますますこう地元 その農園ですとか回らせていただけるようですので、その辺すごく期待してます。
伊那市を働く拠点の一つとして考えていただく中で、次第に伊那市とのつながりが深まっていく、そんな流れを作り出したいと思っています。伊那市のワーケーションを体験したいと言ってくださる市外、そして県外から訪れる方が増えてきています。伊那市のワーケーションは昨年からスタートしましたが、これまで延べおよそ20組70名の皆さんにご体験いただいております。ここまで市内のゲストハウスでテレワークをし、その周辺で過ごすプランをご紹介しましたが、この他にも動くテレワーク拠点、伊那バレーモバイルオフィス、通称イブモを使ったワーケーションもあります。景観の良い場所などで車を止めて、車内や車外で仕事をした後移動して市内の観光地を巡る、またキャンプを楽しむなんてこともできます。イブモを活用したワーケーションサービスでは、椅子やテーブルのほか、焚き火台やテント、寝袋などさまざまなアウトドア用品の用意もありますので、お貸しすることができますよ。これらのワーケーションを体験してみたい場合には、専用の予約サイトからご予約ください。予約ページからはネット決済もできますので、とても簡単に予約することができます。ワーケーションは、伊那市の産業、経済、人口増加などに寄与する大変良いきっかけとなります。ぜひ、伊那市全体で、そして皆さんでワーケーションを推進していけたらと思っております。ワーケーションでたくさんの方にお越しいただき、伊那市をもっと好きになっていただけたらと思っています。伊那市外でワーケーションにご興味のあるお知り合いの方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。伊那市創造館では夏季特別展が始まりました。今年の展示内容について教えてください。はい、今年は伊那市に数多く残る古墳の最新の調査報告と、古墳時代のさまざまな出土品を展示しています。まず伊那市にはどれくらいの数の古墳があると思いますか？実は約90基の古墳があるんです。上伊那の古墳を見てみると、伊那市にたくさんの古墳が集中していることがわかります。そのことから伊那市は当時この地域の中心地だったことが考えられます。7年前に新発見されて驚かれた前方後円墳、老所場1号墳が東春地下にあったこともそのことを裏付けています。なぜかというと、前方後円墳は当時の中央政権と関係がある有力者しか作れない古墳の形なんです。また分かりやすく言うと、現在の県知事ほどの位にあった王が葬られた前方後円墳は、古墳時代の前半は北進に、後半は南進に作られています。老所場1号墳の調査では、古墳の形などから南進地方における最古の前方後円墳である可能性が高くなりました。ちょうど北進から南進へ前方後円墳の築造が移る時期に作られ、かつ長野盆地と伊那谷南部の中間に位置しています。老所場1号墳は長野県の古墳時代を考える鍵となっているんです。今回その老所場古墳群調査の最新の調査で出土した土器などを初公開しています。たくさんの品々が展示されていますね。はい、ここでは馬を飾っていた道具や、愛知県の他ではここでしか見られないものも展示しています。古墳時代の中頃以降、5世紀半ば以降になりますが、当時の日本に馬の文化、乗馬や生産の技術が入ってきます。馬を飾っていた馬具が古墳から出土しているため、伊那市にも比較的早い時期に馬の文化が伝わったと考えられます。狐塚南古墳からは当時
黄金に輝いていた行幼という馬の飾りが出土しています。このような馬具を実際に取り付けた場合のイメージも展示しています。また富方では鉄製の馬が出土しています。馬の生産に携わった渡来人の祭祀に使われたのでしょうか。日本でこれと愛知県にもう一つの2例しかないとても珍しいものです。こちらでは最近の調査の成果を展示しています。これまで市内で3件しか見つかっていなかった古墳時代の住居史ですが、西春近南小学校遺跡で新しく3件発見しました。古墳時代の集落遺跡が西春近にもあったという証拠が初めて見つかったので大変貴重な発見です。今でも使えそうなほぼ関係の土器も出土しています。また現在編纂中の新しい伊那市史に最新の古墳の一図を載せるため、今年の1月と2月に東春近と富方で古墳の分布調査をしていました。この調査では新しい古墳のほかに、今伊那市の遺跡地図に載っていない13塚といわれる中世の塚をなんと70基以上も確認しました。また紙巻きの古墳群も調査し、新しく古墳と考えられるものをたくさん発見しています。その成果も展示しています。今回の特別展は長野県立歴史館の企画展、主張する古墳新たな信濃の古墳時代像の連携企画として開催しました。伊那の古墳時代のことをこの展示で知っていただき、長野県立歴史館の展示で長野県の古墳時代のことをさらに知っていただければと思います。山に囲まれる長谷保育園は、眼下に琵琶湖を見下ろし、まるで空を飛んでいるかのように感じる素敵な保育園です。子どもたちは少人数ですが、アットホームな雰囲気です。年齢の壁なく、異年齢が交わり、いつも一緒に遊んでいます。あれ隠してる、あれ。どうやって作るの？まず石鹸を入れて混ぜて、この色になっていくんだよね。そう。何ですか？でっかい輪が。でっかい輪が混ぜた。今日は高遠、長谷地区の3つの保育園の年長組さんが年に6回ほど交流している年長交流の日です。長谷保育園の近くにある沢で、高遠第2、第3保育園の5名、高遠保育園の26名、長谷保育園の6名が一緒に遊びます。今年度は3回目の交流になります。少しずつ顔や名前を覚え、仲良く和気あいあいと遊んでいます。川では小さな生き物がいたり、川の流れをみんなで楽しんだり、いろいろな遊びが楽しめます。
続いてお知らせです。生活環境課から伊那市照明 LED 化支援事業補助金についてお知らせです。伊那市では二酸化炭素の排出削減と家庭の電気代の負担削減を目的として、一般家庭および自治会の集会施設の照明を LED 照明へ交換する費用の一部を補助しています。補助率は2分の1で、補助金の上限は一般家庭が2万円、集会施設が10万円です。対象商品を市内の販売店で購入後、11月30日までに実績報告書をご提出ください。実績報告書は市公式ホームページに掲載されているほか、生活環境課窓口でもお渡ししています。詳しくは市公式ホームページをご覧いただくか、生活環境課窓口までお問い合わせください。梅雨になると台風や長雨による自然災害が毎年心配されます。伊那市には天竜川、そして天竜川最大の支流壬生川などの河川があり、その流域に暮らす私たちは河川の氾濫を防いで水害に強い町づくりを進める流域治水が求められています。流域治水とは河川管理者だけではなく、企業やそこに暮らす人々などあらゆる関係者が流域全体で水害に強い町を作ることです。河川整備や堤防、ダムなどの施設整備、降った雨が河川に流れる前にため池や田んぼなどにとどめる農地・農業水利施設の活用などがありますが、今回は身近な水資源を有効活用して水害を防止する雨水タンク設置補助金についてご紹介します。補助金を活用して水害防止に取り組んでみませんか？伊那市では家庭でできる対策の一つ、雨水タンクの設置の補助を行っています。雨水タンクとは雨水を一時的に貯める設備のことです。降った雨水を雨どいを通じてタンクに集め、タンク内に溜まった雨水は家庭菜園の水やりや洗車、災害時の備えとして利用できます。節水にも効果がありそうですね。補助の内容について詳しく教えてください。はい、補助の対象となる方は市内に住宅などをお持ちの方、またはお住まいの方です。補助内容は、雨水タンクが100リットル以上、500リットル未満の場合2万5千円、または補助対象経費の2分の1に相当する額のいずれか少ない額を補助します。雨水タンクが500リットル以上の場合は5万円、または補助対象経費の2分の1に相当する額のいずれか少ない額を補助します。補助金を受ける際には、タンク購入・設置工事をする前に交付申請書を提出してください。市から交付決定通知書が届いたら設置工事を開始していただき、設置工事が完了したら実績報告書を提出してください。その後、市から確定通知書が届いたら請求書を提出していただくと、後日補助金を申請者本人名義の口座に振り込みます。添付書類や流れについて詳しくは市公式ホームページをご覧いただくか、建設課までお問い合わせください。身近な水資源を活用して水害防止につなげませんか？雨水タンクの設置をご検討ください。来週は終戦から78年を迎える今、平和について考えます。